王者レアルマドリード、アラベスを 5-0 でボコす。14日に行われたスペイン1部リーグ第36節の試合で、レアルマドリーはアラベスと対戦し、5対0で勝利を収め、チャンピオンズリーグ決勝に向け準備を整えている。これに対する海外の反応。ベリンガムはほぼ全てのゴールに関与している。なんて選手なんだ。アルダ・ギュラーの出場時間が増えれば間違いなくもっと多くのゴールが生まれるだろう。なんて贅沢なプレイヤーたちだ。楽しませてくれてありがとう。レアル・マドリードで誰が最高の選手なのかはもうわからない。ゴールキーパーからストライカーまで全員が並外れた選手だった。アンチェロッティは天才だ。ビニは2ゴールと素晴らしい活躍をしたし、ジュードも1ゴール2アシスト、カマビンガへのお膳立て1つと良かった。ジュードにとって初めてのチャンピオンズリーグ決勝、しかもイングランドでの試合だ。ナチョのラストシーズンなのでナチョのためにも優勝を勝ち取ってほしい。バルベルデ・サンダーボルトは決して期待を裏切らない。彼はシンプルなゴールをあまり決めない。中盤のベリンガムばかりが注目され、誰もバルベルデの良さを理解していない。決勝戦ではバルベルデとロドリゴが得点を決め、ドルトムントはフルクルムが得点を決めて2対1になると予想している。誰もがビニのことを話題にしているが、ベリガムはゴールを決めた以外にも4ゴールに関わった。ビニの4点目をアシストし、バルベルデの3点目もアシスト、2点目でカマビンガにパスを与えてプレーが始まった。そして先制点を決めた。チームには流動性があり、いつもよりミスが多かった。ビニはどんどん良くなっている。選手たちは試合感が十分ではない。私は週末にこの布陣の半分ほどを先発させ、最終戦にベストの布陣で臨むことを提案したい。ビニシウス、彼は飛躍的に成長している。間違いなく世界最高の選手だ。守備に攻撃、アシストにピッチを縦横無尽に動き回り、あらゆる方法でゴールを決めてくれる。5分の4ベリンガム絡んでるのやばい。デュエル出たら結果残すのすごすぎ。めちゃくちゃ強くて草。ここにムバッペ君のリーガ終了やん。チャンピオンズリーグ決勝はルニンでいいやろって思ってたけど、やっぱり来るとは異次元だわ。ルニン確定なのかな。パフを次第では来るとはでも良い気がするけどな。キーパーって慣れたから、いくらクルトは復帰してもシーズンアウトしてたからルニンの方がいい。バルベルデ試合を通して走り続けるプレースタイルなのに、今季チームの中で出場時間ダントツで1番なのすごすぎるだろ。中盤の競争も激しい中で使われ続けるってことは、アンチェロッティもかなり信用してるってことだろう。しなくてはならない存在だよ。バルベルデが運ぶ時だけ追い風吹いてる。